ホルト城は、ウェールズ、カウンティバラのホルトに存在した、中世の城で、13世紀、中世後期に、D 川沿いのウェールズとイングランドの国境に建てられた。中世紀に、正門に、ライオンの像が彫刻されていたことから、レオニストリで、または、ライオンズ城として知られた。17世紀には、ほぼ全ての石材部分は取り払われ、基礎部分が残るのみである。 1277年から1311年の間に地元の高さ12メートルの岬の砂岩を使って建築された。各角の塔を含んで正五角形の形をしていた。堀井、内壁、裏門、城壁と強化されていった。また、ディガーから引き込まれた水で堀も張られた。特徴である塔は城の周囲の岩壁に面して構築されており、内壁は ルティン城とコンビ城に似ている。メディアを再生する 3D で再現されたホルト城城の始まりは1277年のエドワード一世のウェールズ北部進行で D 側のすぐ側に砂岩を基礎として1282年にエドワード一世がこのホルトの地を自分に忠実なジョンド・ワーレンに与えワーレンが城を完成させた。1311年には建設は終了し、 城の隣には移住者のために町が建てられた。1世紀後ウェールズ軍は15世紀のオワイン、グリンドゥールの放棄の時に町を消失させた。16世紀にはホルト城は廃墟となっていた。エリザベス町のジョン・ローディンは地図制作のため城を調査し大きく損壊していると記した。第一次イングランド内戦はホルト城は主に王統派軍が駐屯していた。 1643年に議会派が奪い、1644年春には王党派が取り返した。その戦いで降伏した議会派の13人の守備隊は、県と共に堀へ投げ込まれた。1647年の1月、それらの戦いの9ヶ月後王党派統率者、リチャード・ロイド公は、トーマス・ミットンに降伏、ハーレック城が、 王党派が持つウェールズ唯一の本拠地であったが、その年の3月には、ミットンの手に落ちた。降伏後、ロジャー・ポープが、ホルトの議会委員長の職に就いた。城は、その1年後に破壊された。1675年から1683年の間、内戦後に、城の大部分は、トーマス・グロブナー・ダムシャクが、イートンホールを建てるために船を使って下流へ運ばれた。 18世紀には、塔の一部と、正方形の建造物が残されていた。今日、左岸の基礎の一部が残すのみであるが、裏門や強化壁、塔の基礎部からその意思積みの特徴を見ることができる。カールトン1992、P258、AB ・ビングリー1839、P226、AB ・ペタファー2000、P66、ウィリアムズ1895、 P116 アノンイートンホールズイートンエステート P2 ありがとうございます。